ちいかわのお弁当作り。まずは炊飯器を準備してお米を炊いていきますよ。蓋を閉めてスイッチオン。お、炊けたみたい。誰のキャラご飯ができているかな。これはうさぎのキャラご飯が炊けましたよ。ほっかほかだ。ちいかわ好きな人はグッドボタン押してね。うさぎって一般的にはお野菜が大好きだってから、このミックスベジタブルをご飯に混ぜてニョッキ。いいね、彩り豊かになって最高のピラフだ。うん、かわいい。そしてうさぎの大好物って人参だよね。だからこれをトントンとして、お花人参もお弁当に入れちゃおう。ナイスダッチ。それでは早速うさぎカラーのお弁当に作ったご飯を詰めていくっちよ。よいしょっと。よし、うまいこと入りましたっち。色合いもめちゃくちゃ可愛いにゃ。よし、次のご飯を作ろう。何のキャラクターご飯ができるかはお楽しみに。ご飯が炊きましたっち。この青い頭の模様はハチワレだっち。そしてご飯もいい感じに炊けたっちかな。うわー、もっちもちのお米ができました。このご飯をビヨーンと縦長に伸ばしていくよ。ペッタペッタに伸ばしたら、じゃん、鮭ふりかけ。ハチワレは猫じゃないかもしれないけど、猫に似てるから猫の大好物の鮭が嬉しいんじゃないかなと思って選びました。そして飾りにチーズを使いましょう。型はこちら。ポンとくり抜くと、お花の形の出来上がり。魚の形にしたらお弁当の中へ行ってらっしゃい。上手に入るかな。よいしょ。ほ、よし、入った入った。ぎゅーっと押しつぶしてハチワレご飯の出来上がり。おお、かわいい。お、ま、なになになに。あ、ハチワレだ。え、なんか言ってる。僕の頭の色のようなお弁当箱に変えてほしいって。確かにこっちのお弁当箱の方がハチワレに似合ってるね。おお、めちゃくちゃ満足そうだ。じゃあこの赤いお弁当箱にちいかわの巨大お弁当を作っていくね。まずはチキンライスをイン。ちいかわお弁当のご飯、何を入れようか悩んだけど、よくオムライスを食べてるからオムライスを作っていきたいと思います。色がまだ薄いからケチャップを投入。しっかり混ぜていくぞ。よし、それじゃあもう一つフライパンを出して、次はオムライスに使う卵を焼いていきたいと思います。ピッ、いでよ目玉焼き。うお、プルプルで美味しそうだね。巨大目玉焼きを見てちいかわも喜んでるよ。それじゃあ調味料をかけてパチパチさせていくよ。おお、ジュージューといって焼ける音が聞こえるね。しっかり焼いていくよ。ジュージュー。ある程度焼けたら黄身をつぶしてしっかり混ぜていく。混ざりにくいからハサミでもうちょっと細かく切っていくよ。もう一回調味料をパラパラパラ。ジュージュー言ってとっても美味しそうな匂いがしているよ。もうちょっと混ぜ混ぜしていくときっと固まってくるはず。はい、綺麗なね、卵が焼けましたよ。裏返してみよう。よいしょ、
おお、綺麗に焼けてる。ケチャップライスをこちら側の卵に移動させて包んでいきますよ。頑張れっち。よし、チーカーも真剣に見てるし、気合い入れて、おいしょっと。おお、よしよし、綺麗に包めた。ちいかわも喜んでるし、まあいいでしょう。ちいかわちゃんが喜ぶようにオムライスにデコレーションをしていきます。まずは人参を切って、この切れた人参を腰の肩でおいっしょっとくり抜いていきます。上手にくり抜けてるかな。ぎゅっぎゅっぎゅっと押して、ポンと、おー、お星様の形ができてますね。人参のお星様をオムライスに乗せましょう。お、ちいかわが笑ってくれた。それじゃあ次はチーズ。チーズもこの星の型でくり抜いていくよ。ポンと、おー、これも綺麗に抜けてくれそうだぞ。押して押して出てくるか。よいしょ、なんと綺麗な形。こちらも飾りまして、お、ご飯も炊けたみたい。炊飯器オープン。どんなご飯が炊けてるのでしょうか。おー、かわいいちいかわご飯が炊けてますよ。ではでは、出来上がったご飯を詰めていく。ちいかわちゃんもよいしょ、キュー、ポンと収まりました。これでご飯はできたから、次はおかず作りだね。ハチワレはかわいい牙も生えてるから、お肉もしっかり噛めそうだから、お肉料理を作っていく。まずは新鮮なお肉をギュムギュムトン、もう一丁ギュムギュムトン。おお、霜降りでめちゃくちゃ美味しそうだち。ハチワレも密かにテンション上がってる。それでは切ったお肉を焼いていくためにホットプレートを準備。このまんまだとたこ焼き器モードだから、ホットプレートにするため鉄板を置いて、次にお肉を焼いていくから網を乗せます。ニコちゃんマークを動かしてモードはホットプレートに合わせるよ。ではでは、お肉を網の上で焼いていきます。チューチューと音が鳴っていい匂いがしてるね。ある程度焼けたらひっくり返してみよう。うまい具合に焼けてるかな。おー、すごいぞすごいぞ。網の形もうっすらついてて美味しそう。焼けてる。ハチワレ、よだれ垂れすぎ垂れすぎ。よし、焼けたらお皿に取り上げて、次はスパゲッティを作っていくから、鉄板をフライパンに変えまして、茹で上がったスパゲッティを炒めていきたいと思います。ハチワレ、おいしいスパゲッティを作るから待っててっちね。ケチャップをかけて、チューチュー炒めていくと、麺にケチャップが絡みついて、おいしいナポリタンができましたっよ。さらにこの中にインゲン、彩りを良くするためにカットして入れていくっちよ。ポッキー、おいしくなーれおいしくなーれ、ジューチューチュー。できたらハチワレお弁当の中にお願いします。オッケー、お肉とさっき作ったナポリタン、チュルチュルチュル、インゲンも添えてお弁当に入れ。よし、収まった。巨大弁当に嬉しそうなハチワレ、かわいい。この調子でウサギのおかずもサクッと作っていこう。ここにあるのは骨ですね。これがとあるおかずに変身します。
スープ、じゃじゃん、なんとフライドチキン。こちらを油で揚げていく。チュー、うさぎが楽しみにしてるチュー。揚げてる間に次の料理を作っていく。パンパンパン、お、卵焼きが、おー、なんと珍しい猫ちゃんの形が。しかもプルプル。よし、もう一つの卵焼きも出してみよう。ほっこりっと、今度は、おー、ハートの目玉焼きだ。珍しい卵が2つも出てきた。これはウサギも大満足、間違いなしだね。ウサギと同じ色のマカロニサラダも作っちゃおうかな。茹でたマカロニをボウルに入れて、トウモロコシの皮を剥く。どんなサラダができるか楽しみにしててね。トウモロコシの粒を取ったら中に入れる。よし、マヨネーズをプチュッと出して混ぜ混ぜしていきます。ウサギと同じ色のマカロニトウモロコシサラダ、美味しそうだにゃ。よし、完成。レタスを敷きます。こんがり揚がったチキンに卵、マカロニサラダを入れまして、キュー。よし、あとはちいかわのおかずだ。まずは子供たちが大好きなおかずをこの穴の中に入れていくよ。最初はこちら。この黄色のものは一体何かわかるかな？くるくるくるっと巻いていくと、じゃん！正解は卵焼きでした。みんなわかったかな？お次はブロッコリー。こちらもポン。そしてポテト。ポン。最後にハンバーグ。リアルになる魔法をかけるから。うわー！すごいっち、すごいっち！このブロッコリーなんて本物そっくりだっち！なんて美味しそうなんだっちか！最高のおかずが出来上がったでしょ。ちいかわも笑っててめちゃくちゃ嬉しそう。むっきゅー。ちいかわおかずの出来上がり。あとはちいかわたちが大好きなフルーツやデザートを入れていったら完成だね。うさぎはプリンで滑って遊んでるシーンが印象的だったから、プリンとイチゴのデザートを入れてあげよう。次、ちいかわのデザート。さくらんぼとメロンの彩りが綺麗な方を入れると。よし、こっちのがいいね。バランスよく出来上がりました。となると、ハチワレがパイナップルとマンゴーのデザートだね。うん、ハチワレのお弁当には黄色が少なかったから、これでいい感じだ。やった、これで完成だ。ちいかわお弁当、かわいい。美味しそうって思ってくれたら、グッドボタンよろしくお願いします。卵マミーでは子供たちが楽しめる動画を公開中。ぜひチャンネル登録してください。ちー。